はい、皆様、こんにちは。カバポンです。今日はの2025年の成蹊大学の一般入試の、えー、他の上位大学とのかぶりをご紹介します。 えちょっと画面から消えますね。で、まあ、ちなみに、これらの上位大学の、えっと、入試日程とか志願者倍率に関しては、す、ま、べ、あ、てあの、カワポン資料1にまとめてますので、えー、ぜひね、あのコメント欄をご覧ください。もしこれが、これがあればね、あの、調べる時間が本当激減しますんでね、あの、たくさんお買い上げをいただいている商品になります。はい。というところで見ていきましょうか。はい。で、この、まあ、成蹊大学ね、上位生スカスカシリーズっていうのね、これ以前何回かね、動画にしてるんですが、まあ、比較的ニーズが高いと思います。 っ、えー、と再アップになります。で、えっとね、成型大学に関しては、まあ、一般入試はですね、まあ、全学部入試とかを除けば、まあ、11日から14日にこう4日間連続入試になります。で、まあ、順番に経営分経済法となります。で、3年間の倍率ね、一応載せときましたので、まあ、さらっとご覧になりながら、えー、とご覧ください。うん、でね、えっ、ー、と、まあ、 どの日を取ってもね、やっぱね、上位大学の同じ学部系統のかぶりはね、これ存在しますので、基本的にはもうどの日程を取ってもある程度上位生が総形 G マーチを受けている状況ですので、えー、結構分散効果が高いと思うんですね。で、例えば11日の経営学部でしたら、まあ、政経の経営学部に関しては、えー、同じ日程でですね、入試があるのは中央の小学部、ここも人気ありますよね。 明治の政治経済学部も人気ありますよね。で学習院の経済もありますので、えー、結構 G マーチでのまあ小学部経,営経済系が多いので、まあ、分散効果が高い。と。 ということになります。で、12日の文学部に関しては、早稲田の文化構想学部の存在が大きいですね。えっ、ー、と、結構早稲田はね、文学部と文化構想学部結構平願で受ける方多いと思いますので、まあ、結構文系の方の上位生は早稲田を受けていらっしゃるということになるかと思います。で、立教大学も文系の4回目の入試がありますので、あの、この日当然文学部も受験できます。 はい。で、注目は13日ですね。個人的にはここが一番分散効果が高いんじゃないかなと思ってます。で、えっと、まあ、慶応の経済学部の存在が大きいですね。まあ、少しね、まあ、小論とかがあるのでね、えー あるんですが、やっぱり最上位生は間違いなく慶応経済を受けている感じになります。で、立教の文系の5回目もありますので、ここは当然経済学部も経営学部も両方あの受験できますので、えー、分散効果は高いということになります。で、中央の小学部の2回目の、2日目の入試もあるということですね。 で最後、法学部に関してはね、えっ、ー、と、まあ、大学自体の数は少ないんですけど、明治の方と被ってるので、えー、ここ、明治の方ね、やっぱり最上位生すごく人気ありますからね、えー、上位生がごそっと明治の方を受けてる時に、えっ、ー、と、整形の方があるので、比較的上位生がない分、 えー、ない、受験者層での戦いになるのかな、というふうに思います。<laughs> というふうにね、あの、どの日をとってもね、分散効果は高いと思いますので、えーまあ、もしね、この日ちょっと何も受験しないで空いてるとかという日が、もしあればね、この4日間でね、まあ、整形大学を積極的に受験されてもいいのかな、というふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は以上になります。えー、最後に顔出しをして、えー、顔出したアバターですけどね。はい。じゃあ、さよなら終わります。